今回は初めてのお使いで迷子になり大号泣してしまったニートのイッチの話を紹介するよ。ニートY35歳。初めてのお使いで迷子になり大号泣。今までずっと引きこもってて、今日初めて外に一人で買い物に行ったら、道に迷って泣いて帰ってきたんを。数年間、家から徒歩1分以内のコンビニくらいしか行ってなくてさ。ちょっと遠くにお出かけしたらこれや。さすがに情けないし悲しいしで泣けるんを。初めてのお使い失敗。あれあれ、イッチちゃんが、泣き出したようだよ。例の音楽が頭の中で再生されてる。道に迷って泣いてる子供は可愛いけど、イッチはおっさんだろ。気持ち悪いだけだな。不審者定期。なんで買い物に行くことになったんや？普段、欲しいものなんてコンビニで済むし、コンビニすらあまり出かけないんだよ。で、今日ちょっと欲しいものがあってマッマに頼んだら、自分で行ってこいって言われて、ついでにお使いも頼まれたんや。マッマの買い物を手伝えば、Y の分のお金も出してくれるって言われて大喜びで出かけたら道がわからなくなって積んだんを。多分だけど、大した距離じゃないんだよな。なんでそれで迷うんだよ。迷いようがないだろ。え、ニートってここまで脳が退化しちゃうの？やば。ニート1年目は震える。お前もちゃんと外に出ないとイッチみたいになるぞ。途中までは普通に道がわかったんやが、歩道橋を越えたあたりで、よく道がわからなくなって泣いて帰ってきたんだよ。しばらく外に行かないうちに、大通りの店がなくなったり新しく建ったりしてワイの知ってる街じゃなくなってたんや。どんだけ引きこもってたんだよ。だとしても方向感覚があればなんとかなるだろ。もしかしてイッチって女？男でそこまで方向音痴なやついる？マジで草。年齢は、スレタイだと35か。マジか、冗談だろ。でもワイの妹も今年30だけど未だに道に迷うらしい。でもそれは出先でだろ。家の近所で迷うとか草。ワイもまさか迷うとは思わなかったんを。外に出るのはコミュ障で苦手だけど、道に迷うつもりはなかったんや。とにかく道がわからなくてショックだった。迷って泣いたのもあるけどなんか情けなさすぎて泣いたわ。でも、ワイが手ぶらで帰ってきて一番悲しんだのはマッマかもしれないんを。マッマがかわいそす。そりゃ息子が社会復帰絶望的だもんな。どうしてこうなった？でもここまで放置したマッマとパッパにも責任がないか？記憶喪失か何か？建物が消えても道路は同じやしなんとなく感覚でわかるだろ。数年で周りが変わるってどこに住んでんだよ。東京？埼玉新を。まあ確かに周りは変わりそうやけど。イッチが最後にコンビニ以外に行ったのはいつ？外食とか親戚の家とか車で外出したのを除くとコンビニ以外に出かけたのは10年以上ぶりや。だから、本当に子供の頃と景色が変わっててどうしたらいいのかわからなくなった。でも車で出かけた時に周りの違いとかわかるだろ。車に乗った瞬間からいつもスマホとにらめっこしてるんを。大抵親戚の家に行くか心療内科に連れて行かれる時だから緊張して景色を見る余裕なんてないんだよ。うわぁ。ってことは何か病気持ち？高校から学校にあまり行けなくなってその頃から通ってる。最初は鬱だとかなんだとか言われたけど今はただ通ってるだけって感じかな。それは手帳を取った方が良い気がする。まともに生活できてないわけだし。まだ状況が信じられてない Y がいるんだが。ほんとそれだよな。どうなってんだよ。途中までは道がわかったのか？大通りに出るまでの民家とかは割とそのままだったから、なんとかなったんや。大通りをしばらく歩いて行って、歩道橋から下を眺めた時に、あれ、ここはどこやってなったんだよ。普通ならんよな。Y もかなりの年数、引きこもってるが、イッチの言ってることはこれっぽっちも理解できないな。本当にお前、人間か？ニートっていう新しい種族か何か？宇宙人やろこいつ。実は記憶の一部がなくなってるとか？でもなんかぼーっと歩いていた時にここどこってなったことがある。めっちゃ焦って家に帰った。確か中学くらいの時だったかな。脳のエラーなら病院に行くことをおすすめする。お薬出しておきますね。マッマに丸されないように今後1ヶ月くらいは気をつけるんやで。ショックで何をするかわからん。確かにな。イッチもだけど大人が泣いて帰ってくるとか親的にショックが大きいよな。社会復帰はもう無理ですって言われてるようなもんだしな。親も結構な歳だろ。マッマはかなりショックな顔をしてたけどどうしようもなかった。Y 自身、パニックで泣いて帰ってきたから、マッマのことを気遣う余裕なんてなかったんを。とにかくお金を机の上に返してさっさと自室に引きこもって今ようやくちょっと落ち着いてきたところや。それはマッマにかなりのストレスがかかってるな。マッマかわいそう。Y ならもう無理だって息子だろうと娘だろうと追い出すだろうな。でも追い出したところで近所で迷子になって家に戻ってきそうじゃね。こういうのって、どうするのが正解なんだろうな。やっぱりニートの構成施設的なところに放り込むか、バスに乗って働きに行くような日雇い、派遣しか無理じゃね？工場でたまに募集してるだろ。作業所かな？手帳持ってればいけそう。コンビニでは普通に買い物できるの？
コンビニもそこまで多くは行ってないな。本当にたまに、欲しいものがある時にやとか人が少ない時間に出かける感じ。Y が中学生の時にコンビニ街の近くにできたんや。家から看板が見えるくらいだからコンビニ行くのに迷子になることはないな。ニートって楽で楽しそうだと思ってたけど、こういうのを聞くと怖いな。正直、人間として終わってるし。このまま親がいなくなったら、一致はどうなるんだろう？生子を受給したとしても近所で迷子とかダメだろ。どこかの施設に入るしかないと思う。自力で同行できるとは思えない。それか両親が丸ぬタイミングで一緒に連れて行ってもらうかやな。こりゃ一致より親がかわいそう。ちょっと外に出て迷子になるような人生、楽しい？もう終わらせたいとか思わないの？何のために生きてるの？特に何のためにも生きてないな。ただ丸ぬのは怖いから何もできないって感じ。無やな。でも今回、久しぶりに欲しいものができて、せっかく買い物に行こうと思ったのにな。もう一気に自信をなくしたわ。35だと同級生は子供がいるかもな。なんか虚しい人生やな。社畜と一致みたいなニートとどっちが幸せなんだろうか？社畜でも土日は子供や嫁と仲良く遊んでるかもしれないしな。でもニートも親が太くて一致より楽しんでるニートもいると思う。一度だけの人生なのに一致みたいな過ごし方をするのは嫌だな。マジでそれよな。Y もわかってるけど、もうどうしようもないんだよな。オツとしか言いようがない。もう丸んでやり直すしかないだろ、そんな人生。ちょっとからかってやろうかと思ったけど、なんかからかうのも面倒なくらいやばいな。家の近所で迷うとか、本当にできるのか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートY、ふう買い物行ってきたぞ。ニートY、もう今日の活動は終わりや。あるある。さっきお手紙書くために筆ペン買ってきたんやけど、もう今日は何もできへん。飲んだ次の日も朝から出かけられるやつとかおかしいやろ。アルコールは寝たら抜けるやろ。果たし状でも書くんか？ずっと横になってると腰が痛くなる。手紙くれた子供にお返事書くんや。いいね。子供に返事の手紙書く前にエントリーシート書けよ。別にいいだろ。バイト10個近くやって全部体壊してやめたし、もう何もやる気起きないよね。こんな時間に末尾霊のやつから説教されるとは思わなんだ。1ターン制な。ワンデイズワンターンや。テレワーク中の休憩中やで、お前とは違うんやすまんね。で、これが説教と思えるくらいには聞いてるんだ。お返事はなんて書くのかな？まだ考えてない。まずは季節の挨拶から。ニートにお手紙て苦情？子供は一致がニートなこと知ってるの？マスマの知り合いの学童が人で足りんからって2ヶ月くらいボランティアに行ったんや。そこで遊んだ小学生が最後にお手紙たくさんくれたんや。秋も深まりし工事後検証のこと何より候。つきましては先日のお手紙強烈至極に候。やるやん、遊びに来てねって自宅に呼び込もうぜ。堅苦しい、お手紙なんか中学の授業でなんか書かされた時以来やからわからん。ようやっとる。内定出てしもて数ヶ月しかニートできなかったわ、への当てつけか？気なくれたのはほとんど女子や。やっぱこういうのは女の子の方がようやってくれるわ。わいなりに頑張っとる。おじちゃんの家には手作りのお菓子がいっぱいあるよ。PS5 もスイッチもゲームソフトもたくさんあるよ。いつでも遊びに来ていいけど、うちの人には内緒で来てね。そんなことしたら朝のニュースに Y の顔写真が載ってしまう。みんなが働いてる時に何せいできるやつが一番幸せなんやぞ。おじちゃんじゃない、まだ24や。ちなフォートナイトでフレンドなって言ってきたこと時々遊んでんで。その筆ペン代くらいもちろん自分で稼いだ金で買ったんだよね。手紙出す相手が12人もおるから大変や。っていうもうそうだろ。お薬出しておきますね。そらそうや。バイトの残高がまだ50万くらいはある。ニートワイは朝から日雇い行って9時くらいに帰ってきて、それからお洗濯して宅急便を3つ受け取って DIY して今からうんちしてパチンコ屋行くところや。すごいやろ。うわ、あの人いつもおる、とか言われてそう。そのボランティアの経験はかけがえのないものなんだ。いい経験したね。買い物行くとかニートじゃないだろ。ニートなめんな。ニートやつだよな。基本的に買い物したら他の活動せずに飲み食いするだけやからすぐに貯蔵尽きるんよな。子供らと話す機会なんか普段ないけど、現実忘れられて楽しい時間やった。今買い物に行ったのも1週間ぶりの外出なんだ。いい子たちだったし、ちゃんと書くで。わかる。一回外出したらもう動きたくねえよな。動きたくないというか動けないよね。本当にそうだよな。ニートは1ターン制って聞いた時はマジかって思ってたけど、3ヶ月もしたら Y もそうなった。ニートが子供施設に行くって悪影響じゃないのか？あまり良いことないよな。ニートって打ち明けたのが気になる。言ってないんじゃない？わざわざ言う必要ないだろうし。でも平日に学童にボランティアって時点で昼間、何してるの？ってなるよな。そこまで子供はわからんだろう。キッズと戯れるニート。子供が好きならそういう施設で働けばいいのに。
介護施設よりは子供の面倒を見る方がええなとは思った。でも場所によっては教員免許とかいるだろ。塾とかはちょっとハードルが高いよな。かといって幼稚園も資格がいるし。男性の保育士とか少ないしな。子供関連の施設で働くつもりはないのか？学童はボランティアだから気楽だったけど、お金をもらって働くのはいろいろ疲れそうだなと思う。それに今回は子供たちが良い子ばっかりやったけど、施設によってはわからんだろ。まあ、それはあるかもな。教員やってるトッモがいるけどストレスばっかりだって嘆いてたわ。せっかく外からの刺激があったのにニートのままってのも、もったいないな。しかも学童のキッズと友達とか、フォートナイトやるより職案いけよな。これで相手の子までニートになったらイッチの親に苦情が入るな。ワイワイチターンどころかずっと家で寝てるからイッチはすごいと思う。ていうか学童行けたようなやつが1日1ターンってどういうこと？やっぱり楽しいことなら1日1ターン以上できるってことだろ。あの時はなんとか動けてたけど、またスーパーにもほとんど行かない生活に戻った。でも手紙だけは書こうと思う。自分で働けないって思ってるだけで実はイッチは働けそう。あと一歩を踏み出すんや。ボランティアでいいから、また別のところでやってみるといいかもね。それで何か変わるかもしれないし。手紙もらって返事書いたら、まあ来てね、とかはありそうやな。友達できるとか羨ましい。キッズでいいからワイも友達が欲しいんを。キッズの友達にレベル合わせるの大変じゃね？逆だろ。向こうに合わせてもらうんだよ。そのまま学童で雇ってもらえばよかったのに。ワイも今日は1日1ターンで何時したからもう寝るかな。1日1ターンのやつ多すぎ。鬱にでもなってんじゃないのか？そりゃ家にずっと引きこもってて、親以外と話をしてなかったらそうなる。学童がきっかけで社会復帰できればよかったのにな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方、ワイウツニート、風呂に入らず6日経過した結果、もう頭が匂いまくりや、めちゃくちゃ頭かゆい。こんな生活がもう2年も続いています。救いはないんか？好きなアニメは？今期は妖術を見ております。風呂に入るとか意識せんでとりあえず頭からお湯かぶれ。流れでなんとかなるから。なかなか体が動かんわ。1日の3分の2は寝て過ごしてる。身長体重年齢は167cm 55kg 20歳。ワイよりデブ。ガリガリやぞ。腕とかめちゃくちゃ細い。うつニートで167なら85くらい欲しい。幼い頃から痩せてるから無理。ずっと運動してないからお腹だけ出てきたけど、実際は怖いくらいガリガリだよ。内臓にお肉ついてるのかもしれない。腹だけ出てキモい体型してそう。服の上からわかるほどではないけどね。ろくに運動してないガキ体型って、ニート丸出しでみっともないで。ワイニートはシャンプーを2回プッシュしたわ。1回までの約束やから起きたら怒られる。バレんでしょ。ワイアン、風呂入るとき2回シャンプーせな泡立たんわ。とりあえず湯船にお湯溜めてそのまま入りなよ。そしたらなんとかなるから。シャワー派なんや。マッマに風呂はもったいないからダメだって言われてる。毎日はともかく1回溜める分なら水道代35円くらいやけどな。お前のマッマどんな計算しとんねん。肌すべすべ？お日様を浴びてないから肌は白い。すべすべかはわからん。毎日頑張って風呂と朝日浴びるようにするだけでうつ治るよ。それができたらこうはなってないよ。もう頑張れないや。俺もうつで風呂入れなかったけど、そのままだと治らないから無理やりにでも入るしかない。坊主にすれば？恥ずかしいから嫌だな。ワイも似たような状況やったわ。抜け出すの苦労するで。どうやって抜け出した？なんか今日はいけるかもって時に外出したり、身の回りの整頓したり、髪切ったり、運動したり始めて、勢いでバイトしてしばらくして仕事ついたで。行動するときに何も考えないことと、外部からの刺激ある程度あった方が沼らんくてええと気づいた。うつの時って報酬系バグってるから筋トレしてテストステロン出すのはええかも。就職までするなんてすごい。高校1年の冬に不登校になってうつはその時から続いてる。はっきりした原因はわからないしもう覚えてもない。とりあえず日が当たる部屋で寝て日光浴びときや。お日様浴びるとちょっと気持ちいい。ワイも寝れん、識力が起きんのやが。自律神経いかれたんかな。ワイも夕方の17時に寝て5時間前に起きたわ。ワイも中1からずっと鬱で今年で20歳や。どうやったら治るんやろなこれ。年は同じでも先輩か。将来の希望もないし治る気がしないわ。ワイはその状況から5年変化しなかったぞ。20代前半をニートとして過ごしたことをめっちゃ後悔してる。20代後半になると体は確実に衰えるし、そこから社会復帰はかなりきついぞ。若い若いと言ってもらえるうちに社会復帰しないと詰むぞ。頑張れ。今ならまだ間に合うことは分かってるのになかなか動けないや。気持ちはわかるけど20という年齢の方は一致が覚悟完了するのを待ってはくれないからな。21、22と年を重ねるごとに社会復帰のハードルは上がるで。その年齢なら未経験でもいろんな業種で拾ってもらえる。
しかも学生時代の登下校や体育で培われた体の貯蓄がまだ残ってる年齢やから体も元気やねん。そのままニートを続けて25くらいになると貯蓄が消えてニート生活の不摂生が一気に体に出てくるから。そうなんか？でも腰はもうやった後かも。骨曲がってるって言われたことあるし。腰の骨曲がるってヘルニアか？畳に布団敷いてるから歪んではない。わからない。なるべく早く手術した方がいいとは言われた。もともと姿勢やばかったから多分そのせいかな。寝具が歪んでると骨格も歪むことあるぞ。へこんでる寝具とか使ったらあかんで。これって着替えもしないの？そういえば着替えてもないな。ワイもそれだったけど、今は1日1回風呂入ってるで。すごいなぁ。バイト始めればええよ。ワイはバイト先の人にこないだ飯誘われてめっちゃ嬉しかった。半年間週3でやったけど毎日丸のことばかり考えて心が持たないから結局やめた。なんでバイト中時丸のこと考えるんや？家にいるときは考えないんか。書き方が悪かったね。バイトしてる期間ずっとだよ。むしろ家にいるときの方が丸に耐え気持ち強くなった。バイトの支度してるときは過度のストレスでクラクラしてたよ。到着すれば多少マシにはなったけど。うつって治らんらしいからな。ワイももう諦めた。友達いる？不登校になってからいない。ここ3年は友達が完全にゼロ。ガチな鬱はスマホ見るのも辛いけどな。今も寝転がりながらスマホ触ってるよ。どのレベルをガチと呼ぶかは知らんが、鬱でもスマホでネットは見られるで。ソシャゲやる気は起きんが。けど君は健常者やん。今はな。ひどかった時は飯も食えずに24時間寝てた。ワイももう10日入っとらんわ。風呂入るぐらいできるやろ、言われるけど風呂入る気力が湧かないし、風呂入ってる間にずっと嫌な気分になるから入りたくないんや。臭いのも不潔なのもわかってるしかゆいし辛いんやが、入る気力が出ない。病院行ってお薬もらって飲めば風呂入れるようになるんかな。散歩へで。外に出るのも億劫や、Y の被害妄想だとは思うが近所の人が監視してる気がするし外に出たくない。でもその病院行くのが面倒だよね。オンライン診療とかあるか知らんけど探してみれば？精神科とか予約が1ヶ月先とかあるしな。予約の電話するのが面倒な上に1ヶ月後に精神的に行ける状態かわからんしほんま無理ゲーや。やる気がある時に行けるようにコンビニみたいにフラッと立ち寄って即受診可能な病院が欲しいで。初診オンライン診断可能なとことかあるんかね。10ヶ月くらい風呂も歯磨きもできなかった時期あるが意外と平気だから安心してうつライフエンジョイするんや。ワイもそんな感じやったな。病院行って薬飲んだらだいぶマシになって半年ぐらいしたら外出れるようになったわ。お薬って聞くんだ。風呂は1ヶ月入らないし体重も40キロ。自分の価値や。虫は来そう。虫は嫌いだからなんとかなのかに1回くらいは入ることにしてるんだ。もしかして中卒？通信高校に移ってなんとか高卒。うつは寝転んでばっかで骨に悪いから早急に治さないと治った後が面倒やで。もうゴロゴロ生活を3年近く続けちゃってるな。体力が日々落ちてる気がする。肌白いのええなぁ。ワイ引きこもりなのにチクロやから違和感バリバリや。引きこもってるのが丸わかりだから肌白いのもデメリットだよ。頭皮に油溜まって抜け毛増える。ハゲは嫌だなぁ。週1でメンタルクリニックやからその日だけはかろうじて入っとる。診断して障害年金でももらえるなら行くんだけど、どうせ無理だから行く気起きないわ。自己診断でうつ？3か4年前にうつだと診断されたよ。でも親に無理やり連れて行かれただけで、それ以降は行ってないんだ。これはもらえる本人が希望すれば。無理でしょ。うつになる前は一応だけど普通の人間やれてたし。いける。そんな甘い世界じゃないでしょ。うつでやられてるだけで、そもそも発達障丸の診断すらつかない可能性も高いと思う。それはすまん。でも通院だのして治す気すらないのにぐちぐち言うのはないわ。やっぱり行かないと治らないのかな。ワイの飲んでる薬に抜け毛の副作用あるらしくて震えてる。障害年金の申請めちゃくちゃめんどくさくて、これちゃんとできるやつ半分健常者やろ。初心の病院とか10年くらい前やから全く覚えてないし、実家から離れたし。めんどくさいの嫌だなぁ。大学行け。行けたら苦労してないや。ワイ君困るな。辛すぎて風呂入ってない。シャワーだけでも浴びたら。さっきからずっとかゆいし、このスレが落ちたらシャワー浴びます。ビタミン D とかカルシウムとか何かしら不足してるとうつっぽくなるで。足りなそうなのサプリで取ってみ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど1日ずっと寝てた時の罪悪感は異常。ニートだから別にいいのにね。ニートなんだからつまんないことを気にするなよ。好きなだけ寝れるなんて最高だ。起きてても面白いことも良いこともなく光熱費がかかるだけなので寝て夢見てる方が幸せ。ニートなんだから光熱費なんか気にするなよ。引きこもり経験あるからわかる。辛いだろ。そうか。今日1日寝てたけど幸せしか感じていないぞ。
明日も一日中寝ている予定。希望のニート。だって寝てるのって出るのと同じじゃん。病人かよ。俺はあの時代を思い出すだけでゾッとする。毎日どうやって生きてたんだろ。テレビ見てネットやって飯食って寝て。高校卒業して5ヶ月間くらいニートだったけど、昼間にドラクエとかみちゃんやったりしてて、親がいる時なんか気まずかった。ニートだけどずっと寝るほど暇ではないな。寝っぱなしの人はやることなさすぎじゃね。何やってるの？平日はケーブルテレビを見てゲームをして、たまに買い物や美術館に行ったりする。土日は友達と遊んで酒を飲みに行ったり、現場がある時は現場に行ったりする。金があるやつはいいよな。風呂に入ることがストレス発散。たまに外出すると世間が眩しくて解放感と緊張感が同時にやってくる。風呂に入ることがストレスなんて、週に1回しか入らない。ニートだと1日過ぎるのがめちゃくちゃ早い。ニートはいいけど軽い運動とかはしとけよ。いざという時動けないから。俺はシャワーをずっと浴びながら泣いてる。暇が潰せてるだけで別に充実してるとは思ってないけどね。楽しくないと言えば嘘になるけど。10時間以上寝ると腰が痛くなる。どうやったら紐になれるんだよこの野郎。シフトか憧れるわ。ニートだけどヒゲは毎日剃る。偉いな。俺は月1くらいだわ。街で知り合いを見たら逃げる。俺は引きじゃなくてさすらいのニートだけど、平日の昼間外にお前らいなすぎでわろた。ニート300万人とか嘘だろ。ニートだけど普通の人を装ってるから平日昼間はツイッターでつぶやけない。紐というかシフト芸能人って相性良さそうだけどね。目立ちたがり屋の芸能人同士じゃ譲り合いなんてしないし、折れることもないからすぐ別れてしまう。お前本格的にヤバいな。鬱で退職して引きこもったから寝込んだ後の罪悪感が半端じゃないな。何もしてないのによくこんなに眠くなるなと自分でも感心する。俺の生活、14時起床、ベッドでゴロゴロしつつ見やねや。16時本格的に起きて風呂入る。17時携帯で2ちゃんしつつ散歩ブコ増え。19時飯。20時フリータイム、ゲーム漫画テレビ。24時お、に。25時ファミレスかラーメン屋で飯。27時2ちゃん。29時寝る。フリータイムはロタ。結局は母ちゃんとの関係だよね、それが全て。イヤホンがないと外に出たくない。ニートしたら痩せるって聞いたのにどんどん太ってる。俺は痩せた。PC が壊れた時は絶望感しかない。母ちゃんはいいんだが、お前ら親父は健在じゃないの？うむ。だ、もしとかマジで緊張したわ。でも母ちゃんが、社会人みたい。って喜んでくれて嬉しかった。母ちゃん？山里のラジオで、へぇ、ニートでも週末はテンション上がるんだ。ってネタがあった。笑いながら泣いた。外に出るとき近所に見られるので極力出ない。噂されてるの分かってるし。同じだ。知り合いにも会いづらくなって友人ゼロへ。親戚にブラックで絞られて引きっていうのがいるが、そういうのは気の毒だ。卒業アルバムとか昔の写真とか捨てたいけど、ここから有名人でも出たら金になるんじゃないか。というクズな理由で捨てられない。お前が逮捕されて金になる可能性は考えないのか。24だけど今年からニートや。友達も彼女も失った。震災の時は何かを共有してる錯覚があった。高卒からニート。浪人してる体だけど今年も試験受けなかった。一人暮らししてんのか貴様。実家暮らし。試験行くふりしてブックオフで立ち読み。たまに昔の仲間からメールが来るが返信できない恥ずかしくて。メールなら返すが電話は未だに出れんな。いやとも減りすぎないた。ネットでならいくらでも交流できるけど、実際会うとなると仕事や学校の話避けられないしな。求人誌見れるうちはまだニートじゃないよ。そんな気力が綺麗に消えるのに毎日不安感だけが積もっていく。すげえわかる。親戚が俺のことを怠け者みたいに言うんだよ。お前ら35過ぎたらニートじゃなくてただの無職なんだぞ。日記つけようにも書くことがなさすぎる。みんな金はどうしてるの？小遣い制？恥ずかしながら37歳で親から月に1万円もらってる。少な、俺は5万もろてる。求人サイト見てるといい年こいていろいろやりたいと思ってしまって、何したらよいかわからなくなる。頭は使わないと衰えるっていうけどマジだなあれ。まだ20代前半なのに簡単な英単語すら出てこなくて引いた。体もだな。たまに起きると節々痛い。30時間くらい布団から出れないことがある。5時間に1回くらい意識が出るんだけど、金縛りのように毎度動けず。ミヤネ屋を見る罪悪感。オセロの中島問題をしすぎだよな。食事の時間はお盆にセットを用意して出してくれるので、それを部屋に持ち込んでテレビを前に一人で食ってる。毎日毎日地獄だな、ぬるい地獄。この前週刊誌に息子のニート問題で相談に来る親の8割が金持ちとか言ってたけど、お前ら貧乏そうだね。悪かったね。ニートは貧困家庭に多いと国の調査で出ている。
親が相談に訪れるところはまだ余裕があるんだろう。急に不安に駆られた時はどうしてる？突然、焦りが募って、わーってなる。もっと不幸なことを想像してまだマシと思い込んで現実逃避。布団かぶって体丸めて震えてるかな。多分。ほんと最近何もかんもつまらん、年貢の納め時かな。テレビなんか見たくない。特にニュースとか耳に入ってくるだけで不快になる。どうせ嫌な話ばかりだし。秋葉原の事件の時は肩身狭すぎた。ニートが長く続いてる状態は鬱そのものだもんな。不安感はどんどん増すのに動けない。まあニートでも生きていけるんならいいんじゃね。俺は不安だから働くよ。ニートとかいつまで続けるつもりなんだ。金持ってるニートなら全然構わないが、金ないやつは早めに働いた方がいいぞ。年いくとバイトも雇ってくれなくなる。ゴールデンウィークとかお盆休みとか辛くてニュース避けるよな。幸せそうなものは全て避けちゃう。ニュース見るのを極力避けてる。親と車に乗ってもナビでニュースかかってきたら変えてもらってる。どうせ自分が関われない世の中のことなんか知りたくない。昼ドラ終わる頃にやっと眠れる。ニートというより廃人って時期がありました。まあうつ病で働けなくなったニートは多いんだろうな。お前らは一度風に行ってみろよ。生身の女のを見ると意外と現実を見ようとするかもよ。風、去年の夏行ったら病気もらった。もう行かない。春になったらまた深夜徘徊がしたいな。雇用保険もらいながら仕事探してる俺も旗から見やニートになるんだろうな。職質よりドキュンの方が怖い。今日昼間スーパー行ったら主婦ばっかで俺だけ浮いてる感じで恥ずかしかった。やっぱ昼間に動くもんじゃないな。このスレ何のスレだっけ。13年ニートやってるけどがっつり寝られた時が一番幸せだな。長くても6時間程度で目覚めるから暇でしょうがない。お前俺昼間に店行くと今日はお仕事お休みですかってやつが嫌だ。まあって言いながら明日もだけどねって思う。すごくわかる。最近めんどくさいから仕事探し中ですって言ってる。近所付き合いもあるからニートとか言えないわ。ニッティから今年はお誕生日おめでとうメールが来なかった。唯一の心の支えだったのに。世界中の誰からも忘れ去られたって感じか。罪悪感があるうちは本当のニートじゃありません。名言きた。桃太郎はニートだった。途中からたくさんニートが集まってきてわろた。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ご同時ニート俺毎日18時間睡眠をする。金がねえからさすがに働かなきゃいけないんだが発達でどんな仕事も続かない。あと6時間寝とけ。赤ちゃんみたいで可愛い。ロングスリーパーか。睡眠外来で相談しろ。睡眠薬処方されててそれないと寝られないんだが飲むと寝すぎてしまう。薬変えてもらえ。睡眠薬には睡眠を導入する薬と睡眠を継続させる薬がある。後者が強すぎるものと思われる。永眠しろ定期。何かうつうつとして手逃げるために寝てるって感じかな。目をつむってるだけの時もある。それ発達障害から来るうつじゃね。それ用の薬を出してもらえよ。そううつ病持ちだからそれ用の薬はもらってる。それなら行政支援受けられるのでは。行政支援受けて金の心配せずにゆっくり治しなよ。熟睡というか爆睡しすぎ。親にも何やってるんだと言われる。でもどうせそのうち働かなきゃならんからな。今無理して働いても悪化してく一方だぞ。さっさと行政支援受けて直せ。見た目若そう。それは、ご同時じゃなくてニートな。さすがにそんなに寝れんだろ。金ぐらいパパからもらえよ。夜23時に寝て11時に起きて昼食ってまたすぐ寝て17時半に夜飯食うために起きてその後21時まで寝て風呂入って酒飲んで寝る。何が楽しくて生きてるの。何も楽しくない。仕事はいつも1ヶ月で辞めちゃう根性なしだし、もう半分、出る。24時間寝て24時間起きてる生活はしてたけど、毎日は寝てられなかった。障害年金の申請だけしとけ。通るかねえ？精神も肉体も健康すぎるな。毎日熟睡できてるのならそのうちなんとかなるだろうよ。熟睡というか爆睡。同じく20時間くらい寝るけど夜勤ありの仕事するとうまくいくよ。寝てるだけとか生きてる価値あるのか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートが昼夜逆転を直す方法、存在しない。翌日の夜までずっと起きてると、日中の眠さに耐えられず無理。翌日の朝までずっと寝るとこれも全然眠くなくて無理。無理ゲーすぎるやろ。仕事してれば強制的に直せるが。寝る時間と起きる時間が徐々にずれていって自然と治るぞ。ないぞ。どんどん昼夜逆転していく。たまに治るけどまたすぐ崩れるんよな。ニートが昼夜逆転直すには強靭な意志がなきゃ無理。無理やで。ニートなら直す意味ないってわかるやろ。せめて健康になりたい。昼夜逆転はあかんやろ。しかも一日頑張って起きて夜10時くらいに寝たとしても、なぜか夜中2時頃目が覚めてしまう。ちょうどこれだったわ。
もう寝れない終わりや。直せるっちゃ直せるけど気抜くとすぐ戻るし、出かける数日前だけでいいわ。サウナ入って寝ろ。気抜くとすぐ昼夜逆転するわ。ほんま人間って夜行性やろ実は。ニートしてるとちゃんとした時間に寝ても寝れなくなるから昼夜逆転してしまうのは必然。なぜニートは昼夜逆転してしまうのか。そりゃ仕事ないし昼間寝れるからだよ。日中に何か眠たくならんことしたらええやん。なんかあるやろ。なんもないやろ。体ぶっ壊せば怖くなって嫌でも生活治るで。眠いの我慢して無理くり夜寝るようにずらすしかないやろ。朝まで起きて日雇いバイト行ってボロボロになって帰ってこい。昼間何すればええねん。家でじっとしてたら絶対に眠くなるし。なんぜしよ。外で何かすると治るぞ。家にいると絶対寝ちゃうで。夜中楽しくやっとることを昼にやったらええやん。楽しかったらねんやろ。普通の人は働いて金稼いでんねん。まあこの時間に起きてるわいが言っても説得力ないが。田舎やし外で何もすることないわ。家で何時見てたら気づいたら寝てるわ。立ち合いって閉店までぶん回せ。ニートにそんな金あるわけないよね。一パチでも開店から入って昼過ぎに帰るぞ。ニートだから昼夜逆転なんやぞ。なるべくしてなったんや。まあでも別に直す必要なくね。昼夜逆転のままじゃ社会復帰できないやろ。する気があるなら仕事探してるやろ。ニートより夜寝られない社会人の愛をなんとかしてくれー。今週の平均睡眠時間1日4時間や。ぬで、医者行け。何十人に命を預けるほど判断力が低下しとる。医者行っても睡眠薬出されるだけで何の解決にもならんし、うつ症状とか言われるだけで根本を治してはくれない。何十書き込んどるくらい元気なのにうつなわけがない。とりあえず今の状況としては9時頃に爆食いして気絶するように寝てさっき起きた。もう目が冴えまくって全く寝れない。このまま一日中起きてるつもり。昼夜逆転、働けば病で治る。ちなみに夜勤だと働いてても昼夜逆転ですが。まず曇りの日は無理やから潔く諦めろ。梅雨の時期はめちゃくちゃになりやすい。夜型の人間はどうやっても安定した朝型にはなれない。答えは日勤やぞ。今の状況としては朝6時に寝て昼2時過ぎに起きる感じ。夕方ランニングとかしてるけど昼夜逆転治らん。困ってなさそうだし、よくわからんが誇りに思ってそうだし、そのままでいればいいと思う。ニートで直す必要ないやろ。無理にでもしなければいけない状況が一定期間以上続き、それが習慣化されれば治る。ただそれだけの話。直す必要なければ昼夜逆転のままでよくね。最近6時から13時で固定されててきついわ。昼夜逆転は自律神経乱れて健康に悪いやろが。朝に起きて何かする日課作らないとずれて当然。でもお前の自律神経使い道ないやん。ええんでないのそのままで。体内時計を遅らせることは得意だけど、早めるのは不可能。寝ずに起きて昼間は外出。夜日付が変わる頃にお休みでクリアや。でもまあ大体22時くらいに仮眠してまうんやがな。夜行性の猿だっておるんやし夜行性の人間だっていてえやん。多様性や多様性。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は急に家族に相手をしてもらえなくなった。ぼっちな一致の話を紹介するよ。急に家族側を無視するようになったんやが、辛い。なんかしたのか？さて一致を無視するか。ここでも無視はやめてくれメンス。透明人間になったの？嫌われたんやろ。察し。でも思い当たることがないんや。誰に無視されてるの？嫁さん。親。おっやか。一致は何歳？45。子同時？45。子供じゃないのか。45で親に無視されても困らんやろ。でも親しか話す相手がおらんし。なんだニートか。あとはもう2ちゃんくらいやな。2ちゃんが唯一のコミュニケーションの場って悲しいな。さ。嫌われたんだろ、出てけよ。ニートだもんな。そりゃ45でニートじゃ。一致も無視すればよくない？いつから無視されてんの？10日くらい前から。働けっていう無言の圧力やろな。無職歴は？高卒ニートや。お、先輩か。働けよ。今さら働くのは無理や。食わせてもらってるんやろ？無視くらい我慢しろよ。っていうか一致と話すことがないだけじゃない？ワイも無視されたい。就職しろしろって言われたくないんや。まあ確かに、働けって言われなくなったのはいいが、孤独すぎる。ニートでも無視は辛いんやな。そのまま話さずにいたらさらにコミュニケーションスキルが落ちそう。面白いこと話しかけてみたら？あからさまに無視されてるん？あからさまやな。ニートしてる限りそのままやろ。両親は普通に話してんの？二人は普通に話してるな。無視っつうか避けられてる気さえする。ああ。さ。今まではどんな話をしてたん？45で親と話すことなんてあるのか？テレビのニュースの話とか、働けとか、今日は何してたんやとかかな。そやニートに質問しても毎日帰ってくる答えは同じだろうからな。飽きられたな。人間として見られてないんじゃん。さ。試しにワンって言ってみたら？
ニートで追い出された奴もおるし、それよりはマシやろ。このままだと一致も追い出されるで。そうなんか？ご飯は部屋で食べるの？別にいいやん。部屋でゴロゴロしとるだけやろ。ワイもニートやけど、話しかけられん方が楽やけどな。もうニートをやめろってことだろ。ぼっちも耐えるが働くのも無理なんや。外に行けば孤独じゃないぞ。コンビニで店員さんと話してくれば？リハビリになるし。兄弟は？いない。一人っ子か。長男のニート多いな。周りが楽しそうにしてて、自分だけ無視されるのはきついよな。一致が無視される辛さより、ニートを買う両親の辛さの方が上やろ。ニートなんか無視されて当然。家に置いてもらってるだけでありがたいと思えよ。45だとほとんど仕事見つからないだろうな。親もここまでニート生活が続くとは思ってなかったんやない？関係改善は絶望的。まあ諦めるんやな。働けば解決するのに。そんな簡単に働けるなら今まで引きこもってないやろ。虫の次は追い出しやな。家と食事があるだけマシ。ニートは甘え。ワイも無視されていいからニートしたい。45歳はニートじゃないな。ただの無職のおっさん。で、どうすんの？虫くらい耐えろし。別に喋らんでも丸なんやろ。ぼっちは辛いな。そこでなんで働こうと思わんのかね。だからニートなんだろ。探そうと思えばいくらでも仕事なんかあるのに。一致はなんでニートなの？就職してすぐ辞めてずっとニートや。よくあるパターンやね。親に寄生してんのか。一致が45になったことに親も気づいたんやろ。もう45とか自立してる年だしな。お前の同い年は妻子持ちが多いと思うが、それをどう思う？45って言ったら働き盛りの年だよな。役職付きもいるだろうね。今さら働けるんか？選ばなきゃだろ。コンビニバイトとかなら働ける。まず職歴作りからしてこい。って言って明日もすれ立てしてるんやろ。今までの人生を無駄にしたとか思わん？虚しい人生やな。45なら親も高齢だろ。親が丸んだらその後は？ナマコやろ。最近親も長生きするからな。介護ってなったらどうするんやろ。一致は空気みたいなもんなんだろうな。45じゃコンビニくらいしか無理か？無視されてもそのうち慣れるんやろ。先のことを考えてないからニートなんかしてるんだろ。親が丸んだらそれをネタですれ立てしてそう。とりあえず立てたれか。クズやな。そのうち存在を忘れられて飯も出てこなくなるぞ。それは困る。ご飯は作ってもらえるってのは虫と違う気がする。まだ始まりやろ。こっから飯抜きと予想。でもテーブルに用意されなくなってるんだよな。自分で冷蔵庫漁ってる。料理は作れるんか？小屋食事抜きの日も近いな。楽させてもらってるんやから耐えろ。作れん。飯くらい自分で作れよ。働いてない45のおっさんとか捨てられて当然だろ。ニートと何話せばいいのかわからん。話題がないんやろな。そのまま捨てられろ。まあ45じゃ虫も仕方ないよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。両親と俺で話し合い、ニートの兄を存在しないものとして扱うことになった。会話もしない、食事も用意しない、完全スルー。人間のクズが。大きなネグレクト。少なくともお前の兄は就職しないと思うぞ。最初は気にしなかった兄だが、一日も経たない頃に異変に気づいたらしく、妙に話しかけてくるようになった。以下、残り何日で丸されるか予想するスレ。アナザーかよ。それは逆効果な気がする。ニート化して何日目かによる。自立を促す行為ではないな。ただの丸め。特に家にいる時間の多い母は標的となることが多かったが、一言も口をつくことはなかった。こんなの間違ってるよ。いいぞ、もっとやれ。ニュースに3人の名前が出ないといいな。どうせなら引っ越ししろよ。兄は次第にイライラしてきたのか、だんだん特徴が荒くなり、物に当たるなどの行為を始めたのだが、それでも家族はスルー。幼稚な提案だな。やってることがまるでガキだわ。小学生の丸めと何の違いもない。次はネット解約だな。少し不便かもしれんが、スマホで我慢してくれ。何？すぐになれる。やってる方は楽しいかもしれないが、引きこもりを無視するということをしても好転はしない。むしろかなり悪化するからやめておけ。ニートは人間ではないからね。食卓に並ぶ食事は3人分、椅子も3つ。俺や親父が仕事で遅れるときは事前に連絡を入れ必要な分しか用意しない。家族3人の会話が増えたせいか、妙に絆が強まったようだ。こんなの家族じゃないよ。いいぞ、いい感じに兄は苦しんでる。もっとやれ。なんかニート化したのも納得だな。兄が改心して働きたいって言ってきても無視か？これはヤバい結果しか招かないと思う。ニートを育てるだけ育てて突き放す。まさに下道。そして昨日、家族3人が集まっているところに急に彼がやってきて、働こうかな、とぽつり。ガキみたいなことしてんな。そんなんやるくらいなら家から放り出せよ、めめしい。ニートになったら見捨てる親って最低だな。その程度の覚悟で産むなよ。こうして悲惨な事件に繋がっていくんだね。俺がニートだった時は家事全般やってたから、家族仲はそこそこ良かったな。
なんかここら辺のレス見てるとほとんどがニートだろ。もちろん、誰一人として彼の言葉に反応しない。いつの間にか彼は消えていた。その言葉を待ってたよ。だろうが？優しすぎないた。だな。これをスルーしてはいけない。でも、言葉だけではねえ。行動しないと。そして誰もいなくなった。ニートになるとそんなことされるのか。翌朝目が覚めたら両親が僕と喋ってくれない。なぜか食卓の机も2個になっていた。ホラーすぎて怖い。で、母によると今朝から彼を見ていないらしい。どこにいるかは知らない。家族で虫は追い詰めるのか。なら、元同級生を呼んで話し合いをしてもらうとか。家族も少しおかしいな。気持ちはわからなくもないが。イッチの家の周りからガソリンの匂いがした。もう許してやれよ。イッチの兄は何歳なの？31歳。切羽詰まってくる年頃だね。ここで綺麗事言ってる奴には絶対わからないだろうけど。こっちから攻めないと丸られるぞ。この一家ならニート生まれてもおかしくない。いかにもニートが言いそうなことだな。ニートじゃないけどな。で、今日イッチの兄ちゃんは見つからなかったと。あれなら警察呼べよ。特に気にしない。31なら職歴くらいあるだろ。ニートになった原因なんだよ。職歴？そんなものはない。中卒から現在に至るまでニートだよ。マジかよ。よくお前らニートニート言うけど30超えて職歴ないやつとか、都市伝説だと思ってるんだが、さすがに一度くらいバイトでも何でも社会に出たことあるだろうに。ないよ。親が言うには小学校すら満足に通わなかったらしいし。20年近く放置するより、3年ぐらいで、これはやばいなって気づいてなんとかすりゃいいのに。お前ら家族はバカなのか？本人にやる気なきゃ丸沼で職歴なしだってあり得るだろ。これでお前の兄が自丸したって可能性もあるんだぞ。だったらどうする？いや特に何もしない。何かしら厳しい仕打ちしないと奴らは変わらない。甘い対応を繰り返すのが一番の握手。これで変われるならニートやらないと思う。自丸してても特に気にしなさそうだなこの家族なら。いくらなんでも肉親が丸んでもどうでもいいって恐ろしいな。自分の身内がそうなったらわかると思う。ひどいことするな派のやつってじゃあどうすりゃいいと思ってんの？現状維持とかニート兄しかえしないだろ。話し合うしかないだろうな基本的に。就活費用の補助とか。まあ大抵あらゆることに対し理由にならない言い訳を重ね、逃げるようなやつだからニートなんだろうから。最終的には子育て失敗の責任取って丸沼で面倒見るか、丸すかじ丸に追い込むかしかなくなるわな。でも何年もぐずぐずニートやるやつが多い中、数日で結果出した一致と家族は超優秀。マジで優秀だと思うよ。ニートの親って子供に甘くてこの親にしてって環境が多いからな。小学校もろくに通わなかったってそれもう本人だけの問題じゃないよね。なんだ釣りかよ。いや、確実に本人だけの問題だ。この世は兄には生きづらい世界だったんだね。自業自得だけどね。拡大解釈すれば社会が悪いんだけどね。弱肉強食の格差社会だから自然発生的にニートが生まれる。本人が悪かろうが家族が悪かろうが、ごくつぶしがいるという現実は変わらない。そっち派の人間目線の意見ですね。家族構成員は全く関係ないっていう意見もあるだろうに。家族でシカトするとか激しいな。俺の中ではシカトって最上級ない丸目だぜ。まあ家族もほとほとだったんだろうが。悲しいね。ただ単に兄は運がなかったんだよ。ほとんどこの世界運だからな。頑張る頑張らないも。そいつが生まれてきた家庭も全て運。解決したいなら無理やり職業訓練所にでも、連れて行った方がいいわな。ああいうところってサボり、逃げる癖あるやつ放り込んでも退学になるんじゃね？例えばニートに、いつまでに、何を、どうするか、そのためには何が必要か。お書面に書き出させてスケジュール表を書かせてみては？引きこもるだけだ。働かないやつが悪い。働いてから文句を言え。自分の意思で働かないニートには国民年金と健康保険加入した上で、別途に所得税と住民税分の金額をニート税として徴収すればいい。それ払うのは家族じゃないか。ほんこれ。ニートは腹立つとしても現時点でやってることはただの嫌がらせ。家族がクソなんだからクソに育つのもわかるわ。外で騒ぎ起こしでもしたらその賠償を払うのはお前らなんだぞ。家族総出で何をしたいのかわからない。バカじゃねえの？とニートが申しております。いずれ刑務所という安住の地を得られるから。大丈夫大丈夫。進路無決定で卒業なんて中学校の先生だって黙ってないだろうに。よく放置できたな。中卒職歴なしで今まで何やってたの？人間が16年間も何もしないで生きられるとは思えない。家で遊んでたんでしょ。これさ、ニートが外で警察に捕獲された時に家族が絶縁したって身元引き受け拒否ることって可能なんかな？可能。なら問題解決。だが、役所の保護だなんだで結局税金使われるんだよな。
いや働こうかなと言ったんなら認めてやれよ。働くと言っても口だけかもしれないから信用しちゃいかん。自丸まで追い込んでやれ。やばくなったら泊まるヨットスクールにぶち込め。泊まるヨットスクールってあんだけ悪評立ってもまだあったのか。戸締まりして寝る。それでは1から2週間は武装を解くなよ。最後の戸締まりして寝るにはロタ。小学校からなら親の責任だろ。家の居心地を悪くするってのはいい選択だと思う。これしかないと思う。ベストな行動だな。30過ぎで実家暮らしの無職とか丸した方がいいけど難しい。いないものとして扱うのがいいよ。ニートに発言権などないペットと同じ。飼い主に見放されたら終わりなのよ。逆側サイドが立てたスレだと意見が変わるのな。